こんにちは。山形オートリサイクルセンター社長の伊藤と申します。5月8日日曜日、職場の教養、本日のテーマは母の働きです。本日は母の日ということで、母の日の由来には諸説あるようですが、1905年5月9日アメリカのフィラデルフィアに住む少女が母の死に遭遇し、生前は母を敬う機会を設けようということが全米に広まったのが最初と言われました。日本においては1937年、製菓会社が母の日を広く告知したことが今日のような全国行事として広まったと言われています。 A さんの母は専業主婦でした。父の収入もあまり多くなく、それでも4人の子供を必死になって育てました。子供たちの世話が終わると父が帰宅します。夕食を準備し、後片付けをし、もう寝る時間です。自分のことは二の次、三の次でした。それでも家族が明るくいられたのは、何事にも朗らかな母のおかげでしたという内容です。普段は何気ない家族の働きですが、そのことを当たり前と思わず幸せに感じ、今日はそのことを家族に伝えていきたい一日にしたいと思います。